こんにちは。なんか合体した英語と日本語。なるほどなるほど。今日地味だね、また地味だね今日。地味かもしれないけど、また派手な話。派手な話。え、なんだなんだなんだな。秘密の関係開けますか。開かない。開けましょう、開けましょう。いや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 、サイト秘密の、あの秘密の関係。いや、なんだ。秘密の関係。秘密の関係。エクストリーム。これはねえねえ、別ビハインドシーン。ビハインド。超我慢、メッセージ見なかった。あ、もう高橋さん秘密が、ね、まあなくなってるから、なくなってるか分かんないね。まあバレてるから目当て奥さんでしょ、だって高橋さん。あ、そうそう、だんだんこう Fall in Love はあのこう日本語ゲーマーになってる。ミサート、ミサート、知らない人が増えてる気がする。何これ、誰横山だよ。あー、データ持ってたんだ。そうだ、データ持ってた。昨晩はごめん。すげえ、なんか呼びそうな。何をしたんだミサート。そうねーか。そうそうそう、私何した、酔っ払って覚えてその次の朝やっちゃった、やっちゃった。必ず返事するから忘れてたのに、このバカ。何何何なんかすごいねこれ、いきなりこんな展開が。あ、謝り認めないよという意味か。そうそうそう、忘れてたのにこのバカ。それか、謝られるような覚えはないけれども。あ、もういつの間にか秘密の関係が、うん、本当の秘密の関係かデータ、横山が分からないまだ。そうなんだよ。というかいつの間にかあの日本語ゲーマーがこれ置いてる間に勝手にもうミサートがそうそう、おいゲームが秘密な秘密な行動してるんだ。そうそうそう、いきなりどうした、そりゃ私も二日酔いだけどさって、ちょっとおい。3番目が一番何があったか分かるかな。教えてくれるのかな。一番は教えてくんないね。うん、じゃあ3番目。はい、3番目。よし、はい。おお、 60% になった。あのライン的な操作、ボトン押さないで、この指で。おお、なんかエロいね。秘密の動き。秘密の秘密の動き。誰これ、翔吾くん。緊急連絡、明日明後日と教室お休みします。代行はありますのでスタジオは開いています。これ全然秘密の関係がなさそうじゃない。なんだろう。返事は代行か。いきなりは無責任じゃない。2番目が、あれ翔吾くん明日から舞台だっけ。来週だよね。明日から何かあるの。全然わかんない。わかんないわかんない。明日から何が何がある。お、早いね。重要なキャラじゃないのかな。そして誰だ。黒川くん。やだ。なんだ、なんか大人が赤ちゃんの顔がくっつけ、可愛いところもあるけど大型犬みたいな存在。可愛くないよこれ。可愛くないです。完全に赤ちゃんなんかの頭つけたって感じ。これしながらこれ持ってるってなんかすごく気持ち悪い感じだね。そうそう。嘘を教えたら信じたみたい。それそれより、うん、ミサトなんで嘘ついてんの。返事が来た。はい、はい、急遽助っ人でバックダンサー仕事が入ってしまいまして。あ、ダンサーかこいつ。そう、分かったぞ、ようやく今分かった。この人はジムかダンス教室だ。あ、ダンス教室の先生、先生だ。でミサトは通ってる。そういうことだね、スチューデントね。この人に会うために毎日行ってるでしょう。でしょう。いつ時間ある、いつ時間、あ、お仕事早く終わるから。そうだよ、寝る仕事がね。寝る仕事。顔がちょっとやだやだね、ちょっとね、なんかちょっとちょっと女。松ヶ谷さん経営のダンス、あのオーナーだよ松ヶ谷さんが、うん、のダンススタジオのダンサー。チケットくれた人の会社、会社、そうそうそう。あの腕になんかバーコードがついててちょっと気になる。バイク便だから、バイク便だから。ちょっと待てよ、これ高橋さんじゃない。これ上司、これ高橋さんだよ。もう話しなくていいか、もう 100% だし。でまだ会ってないんだよ。会える？じゃあ一応返事しようか。そうだね、高橋さん 100% もう大丈夫。あ、 100% はもう終わりと思った。違う違う違う、こっから。あ、こっからだ。キープしながらやったら多分、予想はキープしながらしたら高橋さんに会えるんだよ。秘密の関係じゃないんだよこれ。じゃあ秘密の関係まだできていない。できてない。よし、秘密の関係作りましょう。また竹橋ばかり大好きだ、ね、これ嫁さんの態度は硬化したままです。今チャンスだよ。いや、そうそうそう、今チャンス。ところで今奥さんはどこにいるんですか。どこにいますか。別居がこんなに長引いたら寂しいですよね。自分の奥さんとは。そう、住んでいない。住んでいない。だからもう秘密の関係できてるかも。いつでもできる。いつでも。離婚されないんですか。
興味本位ですいません。それはっきりすぎじゃない？はっきりだね。そうですか。こじれたら修復は難しいんですね。コンプリケートになったらもうむずアフェクスは難しいんですねみたいな。この奥さんと何があったんだい？そう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 。一番は多分教えてもらえるかな。そうだね。やってみよう。やってみよう。うん、おー正解、おおお正解、毎回ドキドキだねこれ。秘密の関係が、まあ、達成したいし、うん、この 100% が下になったら嫌だでしょ。やだね、やだね。でもこれ秘密の関係はこの、あ初めて、初めて、早かった。ってことは返事はまだか、待ったな、待ってるか。いやいや、次の人やんないと多分来ないわ、別の人。こうやって何名残惜しそうに言ってんだよ。見たい、返事が来る、返事が見たい。まだ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 横山行こうよ、横山。え、まさか覚えていない？俺たち昨晩酔っ払って、え、でもえ、最悪。本当に気になるよね、うん、最初から気になる、すごく。そう、昨晩はごめん。そう、え、でもさ、この横山って人さ、本当に横で書類作ってんだよ。そして朝目覚めたらあんたの部屋で本当に驚いたよ。三沢とか横山と部屋で詳しいことは酔っ払ってたし、よく覚えていないよ。うわ、全部試したいんだけど、どうやって。でも最悪じゃないんじゃないか。本当びっくりしたってことはもうすでにそれを後悔してるっていうことなのかな。今、うん、昨晩酔っ払ってって教えてくれたし、そうじゃあ3番目だったら教えてもらえるかな。そうかな。お、でもキープかな。やっぱり2番だったかな。ところで高橋さん。別の話がすごく面白いのに、そうなんだ、まあ、高橋さんは気になる。え、離婚届渡してあります。おお、奥さんに、お、心配かけてごめん。ええー、残念ですね、主任が気を落とされませんように。あらら、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 ミサートだったらあららって言うよね。いそう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 。ご出生様です。ミサートだったら多分残念ですねって言うと、あらら残念ですねと。あ、そうか、このゲームはまだミサートがよく分かってないな。そうだったんですね、言いにくいことを言わせてしまってすみません。他人行儀っていうか、ちょっとディスタンスにしてるような雰囲気があるから難しいな。でも今まで大体そんな感じで話したらいろいろ教えてくれたんじゃない？さすがかな？さすが高橋。ああ、消えた。わあ、またこのエロいなんとか。エロいなんとかちょっと本当はあそこを目指すんじゃないのあれ。ニーナはちょっと、そう、ニーじゃない。ようにって言ったら、まあ、もう話 しないけど、まあ、そうまあ、残念な、頑張ってみたいな。3番だね。やってみよう。やってみよう。えい。よーし、何やってんだよ。なんか高橋さん以外全然ダメだけどね、我々ね、なんかね。横山ね、気になる。横山はもうすでに秘密の関係だよね。そう。多分。っていうか、俺も記憶があやふやだけど、俺たち、その、やっぱ、ごめん。ああ、わかりづらい。教えてよ。謝らないでよ。横山が悪いわけじゃないから。どういう関係？わかんない。隣の席だぞ。そう、2番は私は記憶すでに抹消済み。でもそれはっきり言ったらもう教えてもらえない。そうだよね。こともあれ、うん、でも逆にそれは聞いていいのかどうかっていう、そこまで完全にクリアしない方がいいのかどうなのかっていうところ。そう。3番目、言わないでよ。わかってるから。今まで一番難しいゲームやってるかも。そうなんだよ。答えが似てるんだよ。あ、ところで、この前ミサトこの動画見たら、なんでこんなに下手って言われた。女子力が足りないかな。ミサト力が足りない。どうしよう。謝らないでよ。そうだよね。よし。手が震えてるよ。おー、70%。さあ、同じ職場攻めってやつだね。上司を攻めて同僚を攻めて。そう。ああ、高橋、遅いな。早く返事してくれ。なんかゲームが分かるかな、うん、何回も押したら、何回も見てる。なんかさ、女の子、男でもさ、いつ返事来るかな、フェアネス。
なってね、他の人見とこうか。また新しいの、また新しいの来たよ。新しい人、顔がちょっとやだ。やだー。なんか崩壊してるよね顔。これなんだ。でお店の予約メールありがとうございます。受け取りました。つまんねー。高橋どうした？高橋どうしたよ。返事すらしない。もう6分待ってるんだけど。まあこれ2分で返事してくれた。そうだね。3分。来たー。高橋さんと結婚すればもう。もうすぐ独身に戻ります。会社に報告して。報告してしなくていいよ。だから噂になる前に、ああお前には言っておかないとと思ったので一応内緒でよろしく。おお了解です。でも社内の女子で密かに主任に憧れてる子は結構いるのですぐ噂になりそう。あ難しいな。もちろん言いません。主任と私の秘密ですね。ちょっとダイレクトすぎかな。いやでもどうなんだろう。指輪を外したらすぐバレます。ちょっとね、私ミサート的な、返事するか、勝てる。そう、これでミサートに勝たないしちゃうよね。ミサートだったら2はリスキーだけど、すぐに私の秘密の関係になりましょうじゃなくて、ちょっとアグレッシブ。そうね、でも高橋の話も積極的になってるし、そうだね、そうか、2番でいいかな。そうだね、アクセル。